今回はこの芦屋川駅からふーっと前山抜けて、はい、おはようございます。今日はあの、東六甲採石場巡りっていう形で、六甲山の芦屋川の右隣になる東側の山登っていきたいと思います。今見えてるのが、城山で、向こうが荒地山。今回はこのゴロゴロ岳の方向かっていきたいと思います。じゃあ登ってきたら、前山公園入っていきます。公園抜けたらやっと登山道っぽいところ、駅から約30分で、あのこの貯水タンクからだいたい20分ぐらいで最初の岩が出てくるみたいです。ひよこ岩。じゃあここから登山道入っていきます。今向かっているところはあの大阪夏の陣で焼失した大阪城の再建に使われた石たちが残っている採石場向かってます。約400年以上前、1620年ぐらいの話なんですけど、歴史探訪です今から。鉄塔が見えてきて、このまま乗ってきます。
かな、お休みには。なかなか見つからへん。え、巨石もしかして通り越してる？え？いつから？いいわ。全然わからん。とりあえず登山道を歩いてます。で、この目印のところ。右奥の方に、なんか見えねんけどな。ちょっと手前戻って、行きやすいところあったんで。出た。すげえ。これ、採石の跡。ところどころこの穴開いてるところが矢穴って言って杭打って削り出してるところです。すげえ。ただこの岩巡りハイキングっていう本見ながら来てるけど、その岩には全然たどり着いてない。これ右曲がったら何かありそうなんで、こっち行きます。あ、テープある。なんもない。これはもしかして五枚岩の目印。ちょきすぎてる。おお。矢穴の跡。この下かな。ひよこ岩発見。この四つ目の刻印と、この三角の刻印が入ってます。すげえ。ここまで約1時間50分。
じゃあ、ひよこ岩から、この景色、3つぐらいの岩群いたら、谷におります。そこに五枚岩っていうのがあるみたいです。ああ、あっちやね。ちょっと右、それていきます。おお、すげえ。おお、何これ。すげえ。うおお。これがヤーナで削って大阪城に使う石の。すげえ。これが十字岩。ちょっと五枚岩ちょっと通り越しちゃってます。ちょっと戻って五枚岩探してるんですけど、多分この目印の下かな。往復6分やから結構谷に降りてきます。出た。これはすげえけど、まあまあ降りてきたよ。うわあ、これが5枚岩。じゃあこれ、矢穴が5箇所に入ってて、一応5枚岩っていう岩です。登山道がまあまあ置いてきました。いやー、すげえな。ここで削ってから大阪城まで運んでいったって、本当すごいよね。はい、じゃあ五枚岩の分岐戻ってきました。これがさっきの十字岩のところ。今ちょっと分岐があって、うわすげえ。もうところどころ矢穴がある岩がいっぱい。もうなんか虫が止まっても気にならんぐらいすっげー岩。やばい。ワニの岩。ところどころ矢穴がある岩がいっぱい。ワニの岩。はい、じゃあこれ電波塔が見えてきて、一応ここで分岐になります。前山遊歩道コースとゴロゴロ岳と足屋が行く方向分かれてます。一応ゴロゴロ岳の方向かいます。何これ、教官。
で、プレートが出てきて、こっち行けるんかな。もしかしたら、剣岩がある方面。これだいぶ、それていってますよ。なにこれ。岩生まれるようにこっち行くと、おお、これか。ほら、わからんて。終わりやで。もしかしたらさっきのが剣岩かもしれません。うわ、すげえ。まあまあ、やぶ。さっき言ったのは、プレートのとこ。抜けていきました。電波塔のところ。もうすぐかな、ゴロゴロだけ。はい、ゴロゴロ岳到着。標高 565.6m。 はい、登頂。ゴロゴロ岳から、車道に出て、芦屋川駅目指したいと思います。まあ、ここから多分1時間ぐらいで下れるかなっていう感じです。ゴロゴロ岳まで、僕は3時間、撮影しながらなんでかかったんですけど、普通の人だったらだいたい2時間弱ぐらいで登れます。今回は徳川大阪城再建、東六甲採石場巡りしながら、登場しました。途中岩巡りの本見ながら歩いてる方もいらっしゃったんですけど、やっぱりちょっと道それていくんで、不明瞭なところがあります。でちょっとやぶこぎっていうところもあって、